東口大口駅は、神奈川県横浜市神奈川区大口通にある、東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は、JH14。東神奈川駅発着系統と、横浜駅経由で根岸線に直通する列車が停車する。地名の由来は、諸岡熊野神社へモーデル死者が当地で大口ばかに着替え、清掃したからという説がある。 明治以降の地形図などには、大口屋との地名が記載されている。島式ホーム一面二線を有する地上駅。西口と東口にそれぞれ独立した駅舎を有しており、西口、一番線、二番線、東口の順に並んでいる。菊名駅管理の業務委託駅で、緑の窓口が設置されているほか、東口、西口ともに、自動改札機、自動券売機、 自動生産機が設置されており、西口のみ指定席券売機が設置されている。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。2011年4月、当駅ではバリアフリー加工事が行われた。これは改札内の古線橋からホーム階まで一箇所の階段しかなく、古墙橋から各改札口までも階段のみで横浜線内では、 隣の菊名駅と同様バリアフリー化が遅れていた。工事の概要は西口、東口に連絡通路を新設し西口、東口、ホームにそれぞれエレベーターを計算機設置した。2019年度の1日平均乗車人員は19,085人である。横浜線内では全20駅中15位であった。近年の推移は下記の通り。 ロータリーがあり、横浜市営バスの31系統と291系統が発着している。かつては38系統や67系統も発着していた。ロータリーの周りには居酒屋、銀行、交番などがある。駅舎に隣接して、コンビニエンスストアのファミリーマートができた。また中華料理屋の王将があり、夜になると路上で餃子を販売している。 近くには障害者支援施設の大小口工房がある。西口から少し南の方へ行くと、横浜はじめ病院のほか、横浜最大規模と言われる大口通商店街が国道1号まで続いており、国道1号から先は大口一番街が京急本線の小安駅まで続いている。大規模商店街だけに、夏には2年に一度の見越しパレードや、 毎年恒例の縁日が行われる。北側の松見町と、内寺は商業施設と、閑静な住宅街が共存している。改札とホームの間に長い廊下がある。線路と平行に伸びている道の線路側には、大きな駐輪場がある。2013年10月25日に、地上を2階建てで、店舗面積685平方メートルの小型の駅ビル。 ビーンズアネックス大口が開業した。道の反対側には大手、スーパー、ユニーの関東事務所がある。2015年3月に建て替えが完了し、ユニーグループホールディングス大口ビルとして、グループ会社の関東事務所を一箇所に集約した。大通りには、ユニーファミリーマートホールディングスと、ドンキホーテホールディングス協業1号店となる、メガドンキホーテ2、横浜大口店がある。 川を挟んで東側には大口東総合病院川沿いに北へ向かうと公園がある。この公園の桜の木が春には満開になり、東側の水路に花びらを散らす様は見物である。大口にはコンビニエンスストアが多くあったが、現在はドラッグストアが多い。また、2007年3月24日には神奈川松田神奈川店の跡地に、 小島横浜大口店がオープンした。徒歩20分ほどのところに横浜商科大学鶴見キャンパスがある。運行事業者は横浜市営バスである。東海道貨物線が八王子方で横浜線をオーバークロスしている。大部分がトンネル区間の鶴見駅横浜羽沢駅間ではわずかな地上区間だが、この地上区間もシェルターで覆われているため、 外側から走行する列車を見ることはできない。ありがとうございます。